セントルイス級防護巡洋艦は、アメリカ海軍が建造した防護巡洋艦の艦級3隻が建造された。前後の艦板及び原則に50合計 152mm 砲を14機装備した。他に副砲として原則に50合計 76mm 砲を18機、47mm 砲を12機、37mm 砲を4機備えていた。 これらの兵走は、ペンシルベニア級装甲巡洋艦と類似点が多い。機関は、16機の石炭ボイラーで2台の3段、膨張式4気筒型のレップシロ蒸気機関を駆動する、二軸推進で2万千割機を発揮した。速力は計画では25ノットの予定であったが、実際は22ノット程度であった。石炭は、当初650トンを搭載できた。走行は、 同時期に建造された走行巡洋艦に類似した構造で、ハーベイコが使用されたが、ペンシルベニア級巡洋艦ほどは厳重ではなかった。機関部や 152mm 手法などは 102mm のベルト状に走行された。司令塔には 127mm の装甲が使用されたが、艦板部の装甲は 76mm であった。 1911年に3 7ト、mm、ル砲と機関銃が撤去された。また4 7ト、mm、ル砲も4機のみが霊砲用として残されたもの以外は撤去された。その残された4 7ト、mm、ル砲も第一次世界大戦の間にすべて撤去された。2機の手法も撤去され、対空砲が増設された。 石炭の搭載量は650トンから1650トンまで増やされた。第一次世界大戦に参加したが、兵員の輸送任務や戦団護衛の任務に従事したのみで3隻とも実戦に参加する機会はなかった。セントルイスはロンドン海軍軍縮会議のためにスクラップとなった。チャールストンも同様にロンドン海軍軍縮会議のために退役したが、 その船体は防波堤として再利用された。ミルウォーキーは1917年1月にカリフォルニア州ユーレカの海岸で座礁し、その後嵐によって船体が破損して失われた。ありがとうございます。